朝のルーティン心理学。今日もね、ちょっと風があるけど、でもね、まあ朝日が差して気持ちがいい。タラの芽がどうだろう。食べちゃうか、これ。もうね、これはトゲなしのタラの芽ね。トゲなしだから痛くない。これももう食べちゃおう。これはあのトゲあり、気をつけないと痛いよ。これはね、あの味噌汁のね、具に。さすがに生でね、食べようと思わない。まあ要するにちょっと火を通して味噌汁のね、具にしようかと。まだここに残ってるしね、ここにも残ってるし、あ、これも出るね。あ、ここも出るか。だからまあ要するに上からずっと取ってって、最後1個だけね、最後1個だけ残すというような感じね。で、アスパラガス、あ、これも葉っぱ開いてきたね。細いから取らなかったんだね、これもね。これ太いからね、これ取らないとあと大変な目に遭うからね。アスパラガス、これも細いからどうしよう、ほっとこうかな。なんか水仙の中から出てくるんでね、取り忘れちゃうんだよね。収穫し忘れっていうのがね。これも取っちゃうか、邪魔だからね。これね、なところかな。アスパラガス、細いのは残しといて。あとは他には何、薬味か。サラダがあって、タラの芽、味噌汁の具があってね。あとは薬味、レモンバームも取ったしね。昨日レモンバームだったっけ。あ、蜜葉があるな。蜜葉を薬味にしようか。こっちのアスパラはまだね、ちょっとしか伸びてないからね。今日は水をまいたのよね、散水。まあこのね、鉢とかね、植木鉢とか、あとビオトープじゃない、プランターね、プランターとか、やっぱこればっかりはやっぱ水をまかないとね、枯れちゃうんでね、こういうね、プランター。これ水をかけるんだけども、全部ビオトープの水をかけてるわけよね。で、ビオトープの水なんで、雨水を貯めて、その雨水のね、水をまいてるんだけども、明日雨が降るっていうんでね、天気予報はね。だから雨が降る前に、そのビオトープをね、の水位を下げるために、雨の前の日に水をまくと。うちのタラの芽は、いいか、取らなくても。まあ何でもかんでもね、全部食べなきゃいけないわけじゃないからね。人参だってこれは基本的にも食べないからね、こういうのね。葉っぱ食べれるんだよ。食べれるんだけども、まあ今年はね、まあ去年は食べなかったけど、今年はちょっと、そういうのもいろいろとね、紹介がてら取って食べようかと思うんだけどね。これも人参の葉っぱも生で食べれるからね。こっちのタラの芽はこれが出てて、あ、こっちが出るな。だからこれは取ってもいいやつだね。花粉症でね、もう鼻水が出てくる。
そうだ、薬味、よもぎも昨日とつい、要するによもぎとレモンバームがね、もうガンガン伸びてくるんでね、どん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 食べないとと思ってるんだけども、あ、ここにもあるな、これも取ってもいいようなあれだな、ね、よもぎね、よもぎもどんどん伸びてるんでね、このアスパラ、このアスパラも取っちゃうか。アスパラだらけになっちゃうな、今日は朝から。まあいいや、取っとこう。あら、みょうががね、食べられてるね。あの、ダンゴムシが食べてるんだと思うんだけどね。結構ね、ダンゴムシって生食べるのよね。枯れたのを食べるって前普通言われてるんだけども、生のやつ、あ、餃子ニンニクも食べられちゃってるよ俺、ダンゴムシね、ダンゴムシ、まあ餃子ニンニクまで食べられちゃうなんてね、本当に困ったもんだね。こんなの食べるんだ。今まであんまり被害なかったんだけど、まあね、いろいろ出てくるね、本当にね、ウイルスと一緒、本当に。で、蜜葉か、蜜葉、あんまりね、こっちの方来てないんだけどね。こっちの裏もね、蜜葉がね、結構出てるのよ。でね、足の踏み場がね、だんだんと、なくなってきちゃうんで、この蜜葉を先に取って食べちゃおう。ね、これ味噌汁の具にしてもいいし、生のまんまね、ちぎって、あ、こっちにもあるんだよね、蜜葉。ちぎって薬味にしてもいいんだけどね。蜜葉。基本的にね、足の踏み場をね、やっぱキープしておかないとね。もう踏んで歩いてっからね。ああ。のところでいいかな。よし。ちょっとすっきりした。ここにもね、ビアの木があるんだけどね、このビアの葉のね、お茶を作ろうと思って、まあこれも全部種からね、撒いたんだけど、結構風があるね。といったところでね、今日は蜜葉、タラの芽、アスパラガスが今日の庭の味。今日も庭が気持ちいい。